黄緑の線が南極収束線南極収束線もしくは南極終電線アンタークティックコンバージェンスは南極前線である。また気象学的には艦隊前線と一致する。この前線を境に水温が2摂ッ3度変わり、また塩分濃度も変わる。南極収束線は軽度のような人工的な線ではなくアークティックツリーラインのような自然に存在する。 境目である。二つの水分学的領域を分けるだけでなく、南極特有の海の生き物がつながっている区域や異なる気候区域も分ける。南極収束線の実際の幅はおよそ3 2トルから4 8トルほどで、大西洋、太平洋、インド洋のおよそ南48度と南61度の間にある。緯度は季節と経度によって多少変わるが、 普通は、元々の位置から30分以上逸れることはない。南極の海水のほとんどは南極の海水の下に沈む一方で、混合と友情が同時に起こっている領域では、海の生産力が高い。南極収束線より、北の区域は極前線域と呼ばれ、極前線域の北側の境目は、阿南極前線などと呼ばれる。南極収束線と阿南極前線は両方とも、 南極寒流の一部で東へ向かう強い海流である。世界で初めて南極収束線を横切ったのはアンソニー・デラ・ローッシュで1675年のことである。世界で初めて南極収束線を記録に残したのはエドモンド・ハレーで1700年のことである。境目は動くものだが、南極の海洋生物資源の保存に関する委員会において、 1980年に一度定義されたことがある。北極は陸地に囲まれているので南極収束線に相当するものはない。サウスシェドランド諸島、サウス、オークニー諸島、サウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島、ブーベ島、ハード島とマクドナルド諸島はすべて南極収束線より南にある。ケルゲレン諸島は収束線のおおよそ上にあり、フォークランド諸島、 プリンスエドワード諸島、クローゼー諸島、アムステルダム島、サンポール島、フエゴ島、マッコーリー島は南極収束線より北にある。ありがとうございます。